Thank you so much for checking out Chris's room. 今日もクリスの部屋を見てくれて本当にありがとうございます。今日はですね、この努力と努力を手放すっていうこと、どっちの方が賢いんだろう、努力じゃなくてもうちょっと幸せな感覚でいきたいんだけど、なんか努力っていうのを手放すともしかしたらうまくいかないんじゃないかなって恐れている方がいっぱいねいると思うんだよね。それについておそらく本当に答えが見つかるようなヒントがね今日のビデオの中に入っています。ごめんね、今日ちょっとね iPhone でね手で持っててね、今日は僕の元実家のケイマン諸島にいてね、今ちょっと家族といるんですけれども、ちょっとここでねお話しさせていただきたいなと思っております。なんか音大丈夫かな、ね、ちょっとね僕日本2019年か18年ぐらいにですね、僕のメンターの本田健さんっていう方からアカデミー賞を取った海外のプロデューサーとミーティングすることができたんですよ。お食事することができたんだよね。彼の名前がバーネット・ベインさんっていう方で、奇跡の輝きっていうビデオ聞いたことあると思うんだよね。ロビン・ウィリアムズが入っていた動画、その映画アカデミー賞を取った映画のプロデューサーとお食事を、僕の奥さんと彼の奥さんと、みんなでお食事していた時に話してたことからスタートしたいなと思ってるんだけど、ベインさんと話してた時に、僕その時にやっとこの努力を通して成功するっていうことがちょっと分かってきて、でその努力をで成功したいんだったら、この戦士なんかファイター、ウォリアーみたいな戦う人のエネルギーっていうね、それがすごいその努力とすごいマッチするんだよね。で自分をこの戦士モードみたいに、なんか、ね、孫悟空がスーパーサイヤ人になるみたいな感じでさ、よし I'm a fighter みたいになると、なんか努力が楽になるっていうことをバーネットさんと話してたんだよね。でバーネットさんに、いや、やっとこの戦士のウォリアーエネルギーがやっと分かってきて努力が楽になるようになってきたよって言ったら、彼が言ってたのは、いや、クリスね、努力のそのファイターのエネルギーも面白いんだけど、もっと面白いのはマジシャンになること、マジシャンの世界、マジシャンのエネルギーっていうのがものすごい面白いんだよって言ってたわけよ。でその時は何言ってるのかわからなかったんだよね。でちょっとその何マジシャンエネルギーやんみたいなね、もっと努力やろうみたいな感じだったんだけど、これもうちょっとで4年経つのかな、今年が5年後でも、やっとなんか分かってきたと思うんですよね。でちょっとね、実は最近ですね、ニューヨークタイムズベストセラーのマイク・ドゥーリーっていう方が去年リリースした本、宇宙からの手紙っていう本をね聞いた人もいると思うんですけれども、彼とサラ・ロンドンっていう方が、女性の方がタイアップして新しい本をリリースしたんですよ去年。でちょっとね日本語になってないんだけど、本の名前が The Dream, Journey, Eternity and God、ね、でどういうことかっていうと、夢、旅、永遠と神っていう名前の本 でこの本はチャネリングされてる本なんだよね。サラさんっていう方がチャネリングをして、情報を下ろして、でここでそのニューヨークタイムズベストセラーのマイクさんという方と一緒に話している本があるんだけど、引き寄せの法則についてなんですよ、ね、でザ・シークレットで有名になったエブラハムとかさ、ね、シークレットもなんかチャネリングから降りてきたものじゃん。その引き寄せの法則自体っていうのがその人間の考えじゃないんだよね。チャネリングでその人間以外の魂から降りてきたアイディアなんだよね。実際にエブラハムっていう存在から降りてきたんだよね。でポイントはその引き寄せの法則について、この別の先生が教えていたんだけど、これがポイントなのね。で英語にすると、ね、You get more of what you are, not what you want、ね、これを日本語にすると、自分が引き寄せれるものっていうのは、自分が望むこと、自分が欲しいものじゃなくて、あなたが何であるか、あなたが何であるかっていうのが引き寄せされるよって言ってたんだよね。引き寄せられるって言ってたのよ。
ね、でどういうことなのかっていうと、でもしあなたがなんかいつもストレスしている、いつも心配している、例えばお金の恐怖でなんか足りないとかね、なんかちゃんと成功しないといけない、もっと努力しないとうまくいかない、なんかそういうなんか成功してゴールにたどり着いたらこの恐怖を手放すことができるみたいな考えがあるじゃん、ね、ゴールにたどり着いたら、でもまだゴールにいないから私はもっと続けないといけないんだって、それがあなたなんだよね、そう考えてるんだったら、その人の場合だったら、right? So ポイントはそのあなたが今持っている考えが引き寄せられるっていう、引き寄せの法則で引き寄せられるっていうことなんですよ、ね、あなたが望んでいることじゃなくて、あなたのビーン、あなたの固有振動数、自分の状態、ムードの状態、それにマッチしている次元が引き寄せられるよって言ってたのね。でここから深くなるのよ。普通の人はね、なぜ成功を望むのかっていうと、恐怖が原因になってるって言ってるのね。ね、恐怖がどういうことなのかっていうと、OK、このお金がない、お金がないから努力しないといけない、ね、お金がないからビジネスを成功させないといけない、ね、なんかまだ認められていないから、社会的に認めれないから、ね、偉い人にならないといけない、ね、そうしないと悪いことが起こるっていう、そのレベルの波動、そのエネルギー、それがベース、元気の源の源、元って書いて、それがベースになって自分が行動してるんだよ ね。普通の人の場合は、たくさんの人はこの世で、この地球で、right? でその状態、その波動、そのムードをキープしている限り、それが引き寄せられるよっていうことなんだよね。ね、That makes sense, right? でもう自分でもう力を入れて、これを成功させないといけない、これをやらないといけない、これでうまくいかないといけないみたいな感じで、うわーって力を入れて、でもエネルギーが動かなくて、ね、でできない、で人生が辛くなって夢を諦めるっていう感じなんだよね。でこの本の中の先生が言ってたことは、いや、そういう形のやり方もこの世ではありなんだ、ね、努力を通して成功するっていうこともできるんですよ、ね、だからそれをやりたい人は全然やってそれで成功することをできるんだけど、注意しないといけないのは、そのやり方で成功すると何が起こるのかっていうと、恐怖がまだ残っているから、今度成功した後の失敗の恐れっていうのが入ってくるんだよ ね。例えばいいお家をゲットすることができ、できたね、なんかその船を買ったとか飛行機買ったとか島を買ったとか分かんないけどね、そうやって有名になれたとか、で今度有名をなくしてしまう、自分の家をなくしてしまう、お金をなくしてしまう、これがなくなってしまう、実は私は罰なんだみたいな、これがバレてしまうみたいな恐怖があるのよ。で僕もそれがあって、で YouTube やろうとするときに、僕はすごいなんか認められたいから YouTube やりたいっていうのも実は結構あったのね。ね、でそれをやって YouTube で成功したら、今度この成功がなくなってしまう、今のは自分でやったことじゃなくてただ単のまぐれなことだった、チャンスだったみたいな、偶然だった、で本当は自分にその力がなくてこれが全部なくなってしまうんじゃないかっていう恐れが来たのね。で成功する前の恐れと成功した後の恐れ、どっちの方が怖かったっていうと、成功した後の恐れの方が実は感情的には怖かったの ね。なのでそのなんていうのかな、その努力して成功するっていうやり方は実はあるわけよね、right? でもそれ以外のやり方もあるのよ。でそのそれ以外のやり方は、自分より大きい宇宙のなんかユニバースのフォースがあなたを通して世界を変えていくっていう考えなんだよね。自分じゃないのよ。だからその人生を 100% 信頼するっていうか、その成功しないといけない、悪いことが起こるっていう恐怖を
手放して大丈夫なんだっていう感覚で自分のバイブレーションを高めると、その状態で起こること、そのあなたがもう大丈夫なんだ、恐怖を手放していいんだっていう時に降りてくるクリエイティブなアイディア、ね、その波動がこのなんか奇跡のような幸せの波動で、この奇跡のような幸せな波動が世界を作るんだよね。それがなんか宇宙のなんか美しいデザインっていうか DNA とか、ね、植物とか海とか自然のものとか愛とかそういうこと でそれが広がっていくわけよね。でその状態にいる幸せっていうのは足りている、足りないっていう恐れがない、ね、足りている。で自分に起こることは怖いかもしれないんだけど、実は自分のためになること、ね、辛いチャレンジかもしれないんだけど、それをなんか手放すことができるような、ね、ことにつながっていくっていうことなんだよね。 Alright, so thank you so much。 じゃあ次はね、ちょっとサンタフェからのビデオになると思うんで、また次回お会いしましょう。 Thank you so much. Now see you next time in Chris's room.